ホイエス。無茶ぶりも無茶ぶりやで、もう。ついに、親子共演ということで。ねえ。あれ、あの、まだ喋っとったら、ずっと喋ってるで。いやいやいや、もっとな、ほんま、もっとあの、深い話ね、聞いてみたかったけどね。まあ、1回目で、ということで。あの、離れ感すごかったね。離れ感すごいな。すごいな。すごかったね。おりながらなんか知ってる人来とったから、それに言うとさ、テレビ出たね。まだ出てない、出てない。お酒飲んでんの聞こえてる。出た、出た。かわいいね。かわいいな。ほんまに。なかなかやな。まあ、出るいう、まあね、母もね。そうやね。であれですよね、ほんまに、いやー、無理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 とか言うことでもなく、そうそう飲んだら来ていただけるそう、そうだったね、フットワークがやっぱ大好きなので、軽いね、いやほんまに、まあ、これは今度は4人やね本当は今度は4人やな、これってマジで、寝たこと多いからね、日が合わへんと思う、いや、そんなことはないで、1日ぐらいは多分いけると思うでうちの母も言うとったやん。いや、一緒に喋りたいわ、言うとったやん。ほんま、それ。ゴロポンだよ、ね、そう。親も引っ張り出すんかい、もう。どんなチャンネルや、ほんま。いや、うちの親の話も聞いたってやんなら。何が？あの、ちゃんと読んで、うん、4人で、ね、親子、親子で。親子で、うん、親子で喋んの。うん、恥ずかしいぞ。恥ずかしいぞ、お前。俺めっちゃ恥ずかしいやんけ。ほんまに。ほんま、どうでした？え？どうでした？あの、こういう、あの、お母さんと隣り合わせでトークを繰り広げるというのは。もう気使うね。あー、なるほどな。まあ別に喋ってくれたらええよって思うけど。おうおうおう。かわいいやん。でもこれ見てくれ、なんかね、こうブーガブーガって言わはるんかなと、うん、ちょっと思ってた。もう下ではいつもブーブーガなブーガなって言うてあってな、もうさっきもブーガなー言うて、もうブーやからって言ってるよ。野球さしちゃってくれ言うのって下ではけど野球ばっかりしてる。でもまあ野球してにか携わってる大輔のことはすごいな、やっぱりな。それはね、そうやって思ってくれる。嬉しいんやんな。嬉しいし、見てたいんやな。うん、あ、今度は4人共演やな。じゃあ1回作ってや、もう今年中に。はぁ、なかなかな。え、なかなかな。俺ら2人だけでもこのスケジュール合わせの大変やのに、4人ってなったら、なかなかスケジュール合わせの大変やで。俺、ちょっと電話しよう。電話し、喋るで。何がよ。お母さんと。かけてみようか。うん、かけようよ。出るかな、今何してんのかな。出るかな。いやー、いや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 、ちょっと焦ったわ、ほんまちょっと焦ったな。でも、仕込んだオタクですや。いや、仕込んだわ、俺じゃない。いや、別に一回聞いてみるわ、言うて。いや、それ来ると思えへんやん。え、出ると思えへんやん。いや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 、もう出ていただいてありがたいよ、ほんまに。ほんまにな。でもやっぱあのこうな、量入れてっていうところの親の、あの、あ、思いは、心境は、あな、うん、ああいうのはほんまはもっとなじっくり聞きたいとこやけどね。うん、まあ、そういうとこだから、結局言うたらな、うん、今になってもそこまでは、うん、気持ちまではわからんかったから、うんうん、余計に良かったかもわからんけど、うん、ちょっとこのいきなりはちょっと、うん、前ぶりがあってそうやね、うん、パパンって言われた企画だったからね。スピード感がすごかったからね。ほんまに、ね、パパンとお母さん、いつもそれにあれして、よう喋れたなと思ったわ。トークトークすごい。え、
やっぱりね。でまだここに座るっていう。ゴラポンだよな。皆さんどうでしたか。どうでしたかね。いかがでしたか。ほんまになかなかないですか。なかなかないでしょう、ね。PL 学園の OB のチャンネルで これはあんまりないじゃないですか。親子で映るもん。なかなかないでこれ、ね、素晴らしいチャンネルになってきましたね。素晴らしいチャンネル、ね、やっぱ切羽詰まるとやっぱ新しいものが生まれるっていうのはほんまですね。あ、なるほど ね、はい、なので皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。この次回は二家族みたいな親子4人で親子4人で PL 学園つながりということで、はいはい、特別ゲストは親という親というこもうね母同士も仲良いし、そうね、40期仲良かったと思うね。そうそうそう。お母さん同士がまた、ほんならあれやね、40期パッて集まった時に、ここ読んでも、お母さんも読んでもたらね。そうやね。そうやね。一回やりたいね。一回やりたいね。PL 学園40期、結びの会ということで。あ、結びの会ね。40期生、はい、我らとその親と。親と。ね。そういう企画が一回できたらいいですね。いいな。やりたいですね。やりたいな。ねえ。と、うん、か、ホテルで食事会でもしましょうか。ホテルで食事会って。やるか。何々家っていう、このあのテーブルに。テーブルに。あってですね。皆さん、ご無沙汰しております。40期の、言うて、ね。もういろんなこと出てくると思うで。あの時は、ああやったんちゃうみたいな。なあ、なあ、あの時死ぬわったな、とかな、うん、いろいろ。あるか分かりませんね。まあ、そういう時 のエピソードトーク、皆さん各ご家庭に3つ4つ5つ終わりでしょうから、そういう企画をお話ししていただくとかね。それええんじゃん。あ、でもコロナやからな。あ、コロナ、まあ、なんかこう大人数で集まってどうこうっていうのはちょっとやりにくい、じゃあやりにくいけど、うん、まあそういう企画もね、なんかできたらいいですよね、はい、皆さん親御さんもね、はい、なんか久しぶりにね、はい、あのお元気そうなのかどうなのかね、うん、はい、拝見させて、拝見ちょっとおかしい、拝見とおかしいな、見させていただいたらね、うん、ね、懐かしい、お顔が見れたら嬉しいですね、うん、まずとりあえずまず手始めに堀母やね。そこは絶対譲られへんの。まず一発目に堀母、きつい、小林母が出てきて堀母が出へんことはないから、いや、きつくないってということで、今日はこの小林大輔母、ご出演いただきました。あとの振り返りということで、はい、はい、話させていただきました、はい、また PL 学園野球部40期の、お母さん方お父さん方、ご出演いただける方は、こっちどんどん、こちらにメッセージください。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。